皆さんこんにちは、フェリシティです。サタンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出プラス日めくりを2023年は毎日プレイしてます。7ヶ月やりました。今日は2023年8月3日なので、初めてから215日目ですね。まあ、あと100、140日、いや140日頑張りましょう。シュークリエーション。ほうほう、お絵かき、フクロウタ。フクロウタ。私クレヨン。色鉛筆。ほうほう、お絵かき、フクロウタ。シュークリエーション。150日か。まあ、あと来年ウルード氏なので、プラスして151日。大変ですね。どこなんですか。いや、もう今日は帰ってきてからぐったりしてましたね。本当は出かけたかったんですけど、なかなかね、帰ってきてから出かけるというのが、まあリングフィットアドベンチャーするよりも自転車乗った方がいいんですけどね。坂でも登ってトレーニングした方がいいんですけど。まだ詳しい、次のサイクリングに行く日程、まだ詳しい決定ではないですけど、一応は8月21日だと思います。まあ、なんとか備えたいですね。万全に。右側の画面のストックも、この前3つしか取れなかったんで、あれです。もう、今日使えばもうなくなっちゃいますね。また新たに。まあ、ガンダムのプラモデルもそうですけども。まあ、どうせなら2つ紹介したんで、ジブリがいっぱい、コレクションのトミカのドリームトミカを全部紹介しようかなと思います。せっかくなんで。まあ、素材としてもいいし。まあ今日この後、まあ、時間に余裕があれば、オビオフハードオフの動画の撮影もしたいところですけど、リングフィットアドベンチャーとかやったら死んでしまうからな。未定です。じゃあ今日の分の紹介いきます。本日紹介するのはドリームトミカちいかわのうさぎです。これ前回というか、予約開始の時に予約できなくて、もうなんとか8割とちいかわだけ定価で買えたんですけど、これだけ定価で買えなかったんですけど、最近やっと定価で買うことができました。以前この右画面でも紹介した2人ですけども、2人 ?3 匹やっと3つ揃えました。
まあ一安心です。まあ決して転売屋から高い値段で買ってはいけません。本日紹介したのはドリームトミカちいかわのウサギでした。尻尾まあ普通ですね例によって。もうすぐ10時か。また明日ね。ラブ&パワー、河田美香子16歳。恋も友情も夢も私は全部手に入れる。お前それ欲張りっすよ。ははーん。来週からはアニメ青春グラフィー新番組ご近所物語、お楽しみに。この最初からそのパズルだけやり続けることはマンネリになるから、動画としての完成度を高めるために右側の画面を加えたんですけども、いやなかなかそれも大変ですよね。もっと面白いものはないかと思ってるんですけども、この前行ったというか、そのあれだかな、今まで行った自転車の軌跡をたどる動画とか、あの動画ってまあそうですけど、あれもあれとかもいいのかもしれないですね。考えておきます。それではまた明日お送りします。